の前で乙女モード乙女心シンドローム田村ゆかりです。新年度スタート、日本中にいるフレッシュたちに一言。え、どういうこと？新年度スタートしてんの？してる、4月してる。そうでしょ。あ、もう春休み終わってんの？おー、高校1年生が2年生にすごい普通のこと言っちゃった。そっか、フレッシュ。でもさ、ゆかりさ、毎年さ、これさ思うんだけどさ、もう毎年これ言ってないけどさ、あの、自分が学生の時って新年度めちゃくちゃ嫌だったわけ。なんかもうリセットされるじゃん、環境が。だからさ、あ、だから唯一中学校の時から高校生の時だけは、なんていうの、もう全く知らん人しかいない学校だったから、それに関してはなんかこう、なんだ、未来を感じてたけど、まあ、大した未来なかったけど。だけど、その何、例えば中学校の時の1年から2年とかはもうなんかすごい嫌だったな、2年から3年とかに関しては。そんなに仲いい人もいないけどさ、クラス替えとかになっちゃうでしょ。それがね、なんかすごい嫌だなと思ってた気がするな。だけど、まあ、生きてればなんかなんとかなるよ。もう私は最近それをずっと思ってる。生きてさえいればなんとかなるって思ってるから、これはもうね、若者には分からんと思う若者には何にもね、共感できないと思うよ、これは。だけどね、もう何、48とかになるともうそう思うから、もうとりあえず生きていればいいって思うから、なんか頑張ろう。いや、もうそんな頑張んなくてもいいんだけど、なんとかなるから。だから生きよう、頑張って。わかんない桜餅食べた？桜餅さ、そっか、今から桜餅なのか。なんかさ、桜餅ってさ、まあ、道明寺とかってさ、結構早めに1月とかにさいるじゃん。だからさ、もうな、感覚がちょっとバグってるかもしんない。とっくになんか終わってる気持ちでいたけど、そっか、今からなのか。なんかさ、あとスターバックスの桜早すぎるでしょ、あれ。え、何、今飲みたいわけ？何、今飲みたいのにさ、気づいたらさ、まあ、3月、まあ、今ちょっと収録してるの3月だからさ、3月だし桜のやつ飲みたいわと思ってたらさ、割と早めにもう終わっちゃってたでしょ。だからさ、ゆかり、終わる3日前に気づいたわけ、桜が終わって、次のなんかコーヒーのなんかフラペチーノに変わることに。と思って、で、コーヒーあんまし飲めないからさ、とりあえずそのホットミルクみたいなやつと、そのフラペチーノ2種類、第1弾第2弾だと思うんだけど、あれをさ飲まなきゃと思って。だから残り3日あったからさ、残り3日で駆け込みで1個ずつよ。もう何、もう血がスタバ3日も飲んでんだよ。だってさ、年間で、ゆかり、年間で本当にスタバって10杯飲まないと思うわけ。そのゆかりが3日連続でスタバ飲んでるから、もうね、やりきった感すごい。で、からのその次の日に出たさ、コーヒーのやつ全然飲む気しないわけ。コーヒーだから、まあ、コーヒー屋さんに向かってコーヒー飲む気しないっていうのもどうかと思うんだけどさそうなんだよ。だからさ、めっちゃ飲んだわ、満喫よ。でね、もうね、もう3日連続で飲んでるからさ、味比べにもなるわけ。どれが美味しかったかな。最初に飲んだのが、あの、なんかブツブツが乗ってるやつよ、団子状態のやつ、なんかもちもちしてるやつ。あ、それでは今夜も怒りの乙女心にお付き合いください。この番組はカナリアの提供でお送りします。改めまして、こんばんは、田村ゆかりです。すげえ変なとこで話終わっちゃってたなんかその何、三色団子をイメージしてるから、なんかすっごい細かい、あれなんだろう、なんかもちもちした、なんか牛皮じゃないけどもちもちしたやつが、なんかこうを乗せてくれるやつがあってさ、で作ってくれた子がさ、まあ、クリームビャーってやった後で、その上からビャーってかけるわけ、その餅みたいなやつを。たださ、クリームってこうてんこ盛りになってんじゃん、山状に。そこにさ、スプーンでさ、そのパラパラパラってかけるわけよ。全然乗らないわけだろうねと思ったんだけど乗る、パラパラパラってこぼれるなわけ。ほんでさ、こぼれたからさ、どうするんだろうと思ってたら、もう一杯スプーンで取ってさ、足りてないからね、かけるわけ。でもさ、乗らないのよ。
さっきも落ちてたし、でまたパラパラパラって落ちたわけ。でこれどうすんのやろと思ってたら、そのパラパラパラもう無視して蓋パカって閉めたわけ。え、ちょっと待ってって思ってさ、だって絶対足りてないから追加で載せたのに、それも全部こぼれましたけどって思って、え、餅のやつくれよってすごい思ったわけ。その牛皮みたいなの好きだからさ、何こう穴とか開けて入れようよって思ったわけ。クリームさピョピョってやって、でも言えるわけないじゃないそんなの。んでさ、あの落ちたやつ廃棄なんだと思ってさ、んで飲んでたわけ。だからさ、変だなと思ったんだけど、通常のストローよりちょっと太めのさ、なんかタピオカみたいなストローが刺さってたわけ。ほんじゃ飲んでたらさ、どうやら下の方にもその餅みたいなやつ入ってたみたいで、最初から全然吸えないわけ。なんかもうあんなさ、なにタピオカのぐらいのストローでさ、すっごいちっちゃい餅なのにさ、もう集団の威力すごいよ。本当にすごいと思う集団。固まってた。なんかね、個性は あるんだけど、やっぱ集合体だからさ、なんかね、あんま吸えないの、容易に吸えないわけ。もしくは吸えたと思ったらスポンってなるから、タピオカ以上にスポポなわけ。威力がすごいわけよ。だからさ、あ、これすごい危険な飲み物やと思って、でもやっぱ美味しいなと思って、桜味のスタバのやつ好きだからさ、美味しいなと思って、ほんで次の日に抹茶味だったかな、なんか抹茶のフラペチーノみたいなのもあったでしょ。ほんでさ、それをさ飲んだわけよ。そしたらさ、それもまた美味しいわけ。だからその前日にはその三色団子みたいなやつが一番だと思ってたのに、次の日には抹茶だってなって、うわこれ抹茶だわと思ってさ、いやうめえな抹茶のやつ、桜ではないけどって思いながらさ抹茶飲んで、でもさ両方ともすごい寒い日でさ、震えながら飲んでさ、ほんで3日目がそのミルクのやつに、あれなんだろうな、まあ桜味のなんか桜餅みたいな味のやつさ、3日目のやつが美味しかった。もう毎日更新してるわけだけどさ、ゆかり多分おバカさんだからさ、今飲んでるやつが一番美味しいんだと思うの。翌日三色団子飲んだ、三色団子うめえわって多分なったんだと思うのよ。もう決められないと思って、どれも美味しい。でも次の日からもうないのよ、3月なのに。しかもさ、割と終わったの早かったでしょ、3月。だからあれいつからやってたの？1月ぐらいからもしかしてやってたのかな。なんかしかも知らん間に第2弾みたいなんか書いてあって、第1弾は何だったんだろうと思ったんだけど、第1弾がもしかして抹茶のやつだったのかもしれないけど、なんか分からんけど、だってさ年末にさ、あのチョコレートみたいなやつ多分やってたと思うの、白いやつと黒いやつで、その白いやつも飲んだんだけど、2月からかってことは、あのチョコレートのやつはまあ記憶違いで年末ではなくて、クリス違うなんだ、バレンタイン用だったのかもな。なんか濃厚なやつがあって、そうだったのかもしんないな。もうでさ、今はさなんかちょっとコーヒーなわけよ、全然飲む気しないわけ、全く。だってコーヒーなんだもん。でも今ね、なんかねタリーズでなんか桃、あ今は分かんない、4月になってるか分かんないけど、桃となんだっけな、なんかのやつやってて、それはそれで美味しそうなの。あとね抹茶のやつもやっててさ、美味しそうなんだけどさ、でもやっぱりタリーズはさ、なんか券持ってないからさ、やっぱりスタバはさ、あのだいたい年明けから6月ぐらいまではいかれスタバ富豪なわけ。あのみんながくれる年賀状があって、それでなんかドリンク飲めるのよ。でそのフラペチーノはさ、ちょっと金額が足りないから追加でちょっとお金200円ぐらい出してさ飲むんだけどさ、だからさタリーズちょっとなんかあの、まあ、どこにあるかもちょっとよくわかんない、あるよね、でも見かけたらあるもんね。多分ゆかりがタリーズだと思ってんのチュリーズだからさ。あ間違えた、逆か、ゆかりがチュリーズだと思ってんのがタリーズだ。だからさ、あー文化放送のあそこにあるじゃんね。えそっかそっかそっか、あそこにあるんだ。いやでも今日めっちゃ寒いよ。あのさ、もうすぐ4月じゃん、
あのね、好きだけど、ゆかりはいつ超極段を卒業できるの？あのね、今日も超極段なんですよ。昨日、一昨日は普通のヒートテックだったわけで、もう卒業だと思ってたらめっちゃ寒いわけ。今日どういうことなんだ。で、天気予報見てもずっと寒そうなわけ。もうこれやっぱもう卒業無理なんだろうな。2日後に21度。うん、21度微妙だな。超極端するか微妙なとこだな、21度。21度って言っても最高気温21度でしょ。だからさ、最高の時なのよそれは。一番いい時。一番いい時大体一瞬しかないのよ、3時ぐらいの一瞬。それ以外はね、もう朝も夜も寒いの。だからね、もうって考えたらやっぱ彫刻なんて手放せないなってなっちゃうからさ、ちょっと分からんのだけどさ。そう、でもだから21度の時はまあチュリーズ行ってもいいかもね。タリーズのそのやつ飲んでもいいかもしんないけど。でもやっぱさ、3日連続でさスタバ飲むとさ、なんかもうゆかりスタバ大好きな気持ちになっちゃうからさ、もう早く次のやつが発表されないかなと思って。きっとさ、また夏ぐらいになるとさ、メロンとかのやつが来るでしょ。メロンはね、一回飲んだらもういいの。そんなには飲みたくない。メロン一回飲んだらもういいんだ、ゆかり。やっぱ桜にはね、かなわないのよ。あの、なんかもう美味しかったな、桜のやつ。メロンはね、あのね、美味し、去年美味しかったのかもしれないんだけど、トッケトケのやつしか飲んでないからよく分かんなくって、やっぱね、テイクアウトで持って帰ってきてもらったりとかだと、もうトッケトケなんだよね。だからやっぱもう買ってすぐ飲むじゃないと、やっぱちょっとそのフラペチーノみたいな、何、氷が入ってるやつはさ、ちょっと無理じゃんね。だから冷え冷えのやつ飲んだら、もしかしたらうまってなる可能性はあるけどね。いや、だからさ、そうなのよ。なんであれってさ、もしかしてだけど、いやでも日本のメニューだよね、あのスタバのやつって。オリジナル、日本オリジナルメニュー。だって三色団子とかさ、アメリカにそんな概念多分ないんじゃないと思うんだけど。いや、なんかさ、アメリカの方の方がさ、あ、ごめん、スターバックスってアメリカで合ってんの？シアトルで合ってる？うわ、合ってた。シアトルの風感じてるもん、いつも。あの、アメリカの方さ、桜咲くの日本より早いじゃんね。早くないのかな。早くないのかな。なんか最近あのテレビで満開だって言ってたから、あ、そっちの方が早いんだねって思っただけなんだけど。ただそれがさ、アメリカ広いからさ、どこの州なのか分かんないから、いっぱいあるからね、分かんないけどさ、だからかなって今一瞬思ってたのよ。だけど三色団子がアメリカに受けるか分かんないからって考えたら違うのかな。フラペチーノがまずないのかな。フラペチーノはアメリカにある。日本はオリジナルメニューがある。あー、アメリカにもじゃあオリジナルメニューあんのかな。なんか分かんないけど、アイダホポテトフラペチーノとかさ、なんかわかんないけど。あ、だってさ、今さ、じゃがいもだから笑ったけどさ、さつまいもとかさ、かぼちゃみたいなやつたまにあるよね。まあ、スタバじゃないかもしんないけど。だからさ、あってもおかしくないと思うんだよな。独自だとしたらさ、もしかしてよその他の国も独自なの？だってさ、いつだっけ、なんかあの、日本全国47都道府県でさ、バラバラのやつやったじゃん、スタバ。しかもさ、コロナ禍の時だったんだよ、あれ。もう飲み行けないじゃんっていうさ、確か。だからさ、あってもおかしくない気がするんだよな。で、今ね、今もう4月だか分かんないけどさ、ローソンの唐揚げくんもね、地域限定やってるわけ。なんかでさ、まあ関東、あの北関東、南関東とかさ、四国、九州とかさ、なんかそういう風な、なんかこうブロック分けでさ、唐揚げくんの味いろいろやってるんだけどさ、そもそも東京は北関東なのか南関東なのかもちょっと分かんないんだけどさ、どっち扱いなの？もう分かんなくない？なんかどっちもなんかいけそうじゃんね。でも分かんないんだけどさ、あんまりゆかり関東のやつ心惹かれなくって。でね、九州のやつとか
あと四国のやつとか、美味しそうなわけだけどさ、行かないと食べられないわけよ。行くと思ってでもさ、その唐揚げくんめちゃくちゃ高額じゃない？だって旅費かかってるからね、往復の。だからさ、食べられないわけ。ちょっと行く距離じゃないから。わー、今言っててもうなおさら食べたくなったわ。アメリカ限定、え、それスタバ、それ何、フラペチーノ、何味、アメリカンドッグ味、ピスタチオ、普通だな、モカココナッツ、あー、なんか通常メニューでありそうなやつですねあんまりなんか冒険とかしないんですね、アメリカの限定は。あー、ペパーミントモカ、あ、ペパーミントは好きな人いそうだよな。あのチョコミントみたいなことでしょ。チョコミント苦手なんだよな、なんか分からんけど、まあ分かるけど苦手なんだよね。だからなんか日本でよかったな、ゆかりだって桜が飲めるのはもう日本の特権でしょ。うん、唐揚げくんはなんとか入手する方法ないわけ？なんかさ、最近さ、その周りの知り合いの人がさ、海外、仕事で海外行くこと多くってさ、そのなんていうの、まあ、知り合いの人っていうか大体仕事の人としか付き合いないからさ、そのライブのスタッフの人とかってさ、あの今なんか海外にアーティストさんがよく行くみたいでさ、でめちゃくちゃ多いのよ、海外に行ってる人が。でさ、お土産なんかいりますみたいな感じでさ、行くたびに聞かれるわけ。あの今度中国行くからお土産何がいいとか、韓国行くからとか、アメリカ行くからとかさ、言ってくれるわけよ。だけどさ、ないわけ別に欲しいもの、人に頼んでまで欲しいものないわけ。いや、ないけどって言ってたらさ、こういう時ってみんななんかやれタバコ買ってきてだのなんだのなんか結構みんな言うけどって言われてさ、いや、タバコに関してはその税がかからないからっていうだけであって、それはもうその地域のお土産ではなくないって思いながらさ、いやーっていう話をしてたんだけどさ、そんなものいいからさ、ちょっと今日福岡から帰ってくるから唐揚げくんいるとかの方がさいるいるってなるじゃん。いるし飲み行きましょうってなるじゃん。唐揚げくん食べたいからって、いい、冷えててもいいってなるじゃん。でもしさ、前日にさ、な、広島とかにいたらさ、そこの地方のやつもさ食べれるわけじゃん。いいよ冷えてても、前の日の唐揚げくんぐらいもう難なく食べるから温めて食べるわ。もうレンジがなかったら太ももで温めるから。でもさ、アメリカとか言われてもさ、なんか別になんもないわけ。なんもよ、欲しいものなんにもない。もうだってアメリカのお土産チョコレートぐらいしかわかんない。マクドナルドはだいたい同じ味だからな、すごいと思うよ本当に。それではここで1曲お聴きください。現在発売中のアルトエミオンより田村ゆかりでワームホールバスストップ。
月の才能なし俳句。このコーナーはリスナーの皆さんからお題に沿った俳句を送っていただきますが、才能がなければないほど田村悦月先生は褒めたたえます。お題は575にこっそり食べ物を隠してくださいです。一体どんな俳句が詰まっているのでしょうか。じゃじゃん、一個ずつもらっています。渡る世間さん、披露。金曜日助っ人頼む、手伝って。いや入ってないでしょうよこれ。いや入ってない、鉄違うな金曜日助っ人頼む、ええ本当に分かんない。え、助っ人頼む、あビスケットだビスケットだ。ちょっとでも下のひらがなが若干見えてたさあ、なるほどね、すごいね、あーすごいすごい丸太枠ヒロ。AI を使った時の利便性。ノリ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 でしょ、これノリでしょ。え、違うの、ノリ弁あーそう、すごいね、わーすごいすごいもう一個いけるかな、全然いけるな。白クマテディさん、ヒロ。珍しく星が綺麗な夢を見た。隠れてないんだよなこれ、クホ。だいたいね、みんななんか575のこの何5の後にこうなんていうの、何区切れのところをつなげて隠してるわけよみんな。だけどクホしな夢ないんだよなんだな、どこに隠してんだこれ。珍しく珍しく星がき、星がきはあね、みんな頭がいいんですね。なんだこれ、佐藤シックさんかな。ヒロ。この薪をうまく割るならナタでここ。あ、もうこの人はなんか賢くないナタデココはもうなんかすぐ分かった。もうむしろなんかナタデココっていうのが恥ずかしかったな。の人はすごくない。だけど一番すごくないから一番いいと思う。五七五にこっそり食べ物を隠してくださいも募集中ですが、次のお題は自分がウサギになった気持ちで五七五です。皆さんからの才能のない俳句たくさんお待ちしています。それではここで一曲聴いてください。現在発売中の You Are The World より田村ゆかりで恋をした。瞬きさえ忘れて今日で君に恋をした。雨上がりに見た星空、あの日のこんな夜でした。少し涙
乙女モード、そろそろお別れのお時間です。番組では皆さんからのお便りお待ちしています。メールアドレスはゆかりん @joqr.net、 yukarin@joqr.net です。うさぎの気持ちの俳句とかもうさ厳しいからゆかりそれでは来週も乙女モードな時間過ごしましょうね。この番組はカナリアの提供でお送りしました。幸せは残酷ね、ぬくもりも嘘にする、忘れられない、忘れるはずない、多分心は全部気づいてる、でも涙みたいな溢れる前に言わなくちゃさよなら。ああ、触れたはずの唇もときますが冷ましてしまうね、それにいない人なのに繋がっていると信じてた、色のない毎日優しさのつぼ。